車しましょう。元祖イケメン俳優長谷川一夫は1954年溝口健二監督の映画近松物語で主役の奉公人小平役を演じた際に、監督から奉公人役だから粗末な着物を着ろと命じられても、自分の仕事は女性を魅了することだから綺麗な着物を着ると主張して譲らず、周囲の説得に折れて監督が用意した着物を着た際もラジだけ豪華なものに変えていたそうです。いや、昔のイケメンって頑固者だったんですね。さあ着きましたよ。私が扉をお開けしましょう。いらっしゃいませ。やあスター、いつもの。かしこまりました。お待たせいたしました。ありがとう。ちょっと今夜のアバンティは大変ですよ。おやおや、ラグタキさん、あら、私より先にお着きとは珍しいですね。で、何か大変なんですか？
シャツやブラウスに関しましては、私どもの関連施設の障害者の施設を通して工業用の道具ですというふうに呼んでおりますけれども、それとして地域の工場で利用されます。で、痛みのひどい制服、ジャケット、パンツ、スズボンのようなものは自動車の内蔵材などに加工されます。で、その他にも一部は軍手として生まれ変わる部分もありまして、それは、学校の例えば防止作業なんかに使われますので、そうすると先輩の出した制服で、在校生が保守活動を行う、医療品の輪がきちんと発生するということで、学校の中で輪が閉じることができるということになります。つまり入学した4月の段階で、はい、制服をそのちょっとこうリースというかレンタルして生徒さんは3年間着るという感じなんですかね。もうあらかじめ回収することは前提になっているわけですね。あの回収に、提供していただくということが、ある程度前提になっておりますけれども、はい、それを保険に持っていきたいという生徒さんの場合には、それを無理にするものではありません。はい、そして海外支援につながっているということですが、これはどういう支援なんでしょうか。はい、もったいないスクールという名前にも入っています。もったいないキャンペーンというのを提供しております、はい、ワンダリマータイさんというケニアの、女性がいらっしゃいます、はい、元環境副大臣をしておられる方で、アフリカ人の女性として初のノーベル平和賞を受賞された方ですけれども、彼女が、アフリカで行っておられますグリーン活動、グリーンスベスト運動の方に必ず寄付が寄付することになっております。学校生活として環境活動へもつながっていくと、ね、いうことになりますね。はい、環境教育のなんか授業なども行うそうですね。はい、3年間生徒さんたちが在校していらっしゃる間には、私たちも私たちが実際地域で行っている繊維製品のリサイクルについての、出前講座も行いますし、それから製粉メーカーさんの方でも補充や配布の充電などメンテナンスの協力をしてくださることになっております。はい、古着のリサイクル率というのはどのくらいなんでしょうか。実は全国の平均は 10% ほどしかないですね。はい、でも私どもの団体でお預かりした部品に関しましては 87% をリサイクルしております。 87%？ はい、そのリサイクルは要するに服を服としてじゃない場合もあるということですね。先ほども言いましたよね。もちろんです。はい、雑巾だったりウエストだったりということも含めて、はい、再生率が 87% と。そうです。はあ、すごいな。そしてザ・ピープルさんではグッズもお作りになっていると。はい、例えばですね、先ほどウール製品からナタガという話をさせていただきました。セーターを1枚1枚色別に綿に戻す機械を私も導入いたしまして、その綿を使ってフェルト手芸の防水用品用なんかも作ったり、それから、ジーンズの下の濡れてしまったものを利用してエコバッグも加工して作ったりと、そんなことも行っております。本来の意味のリサイクルバッグになるかもしれませんが、ね、最後になります。活動を通して伝えていきたいことをお伝えください。動物ですが、
父に甘え、その偉大な存在に心を預けていた息子も、時が経つにつれ、照れという厄介な感情に翻弄され、二人の間に微妙な空間が生まれてしまうことも少なくない。2005年3月31日、夜はまだ冷たい風が吹くオフィス街の外れ、すでに終電が出てしまい、シャッターの閉まった地下鉄の出入り口のそばに座り込む20代半ばの男。やがてそこへ1台の車が近い。運転席には父親とおぼしき50代の男。若い男はその車を見つけると大物に腰を上げ、面倒くさそうに車に乗り込む。今誰も知らない空間で、誰も知らないはずの物語が始まる。
ベットはプリウスを通じ丸山動物園の自然繁殖を支援しています。プリウスで環境を守るという選択始めませんか。プリン&プリン札幌トヨペット。札幌トヨペット二人の帰り道。お疲れさん。うん、ありがとう。じゃあ帰るか。一滴も飲めないくせにどこ行ってたんだ。カラオケ終電気にはなってたんだけど、ほらカラオケまで付き合ってくれたのもみんな先輩だし、俺から先に帰りますなんて言えないっしょ。まあそうだな。で結局何人ぐらいの方が俊彦の送別会のために集まってくれたんだ。最初の飯会は20人ぐらいかな。でどうだったんだ。どうって送別会だよ。というか皆さん先輩なんだろ。お前どんな風に送り出してもらったんだ。どんな風にって言われたら困るけどさ、会社や先輩から花束もらったよ。ほらこれ、そんなの見ればわかるよ。あとみんな頑張れって。そういえば頼むの先輩なんて好きな道に進むなんていいよな。結構羨ましがってた。その後こういうことで発砲したかも。なんでさ、たくさんの人が頑張れって送り出してくれたんだから必ず成功しようよ。ああ、頑張ってるよ。それよりまたな、母さんにあげようって思うんだけど、どこかな。としひこさん、なんて失敗しやめたんだよ。うん、じゃあそのことは僕何回も言ったっすよ。親父にもさ、こんなに太鼓が好きか。いや、分かりきってもね、今更聞いてどうするんだよ。会社を辞めたばかりだから演奏の仕事とかは入ってるのか。いや、どうすんだ。演奏の仕事とかはないけど、当分の間は路上で演奏して投げ銭とかもらえればいいなって思ってた。当分っていつまでだ。うん、太鼓で飯食えるようになるまでさ。投げ銭か。俺の人生なんだからほっといてくれよ。親父には迷惑かけないし。あか、父さんはそんなこと言ってるんじゃない。俊彦は当たり前のことだと思うかもしれないが、もう今日から給料が出ないんだぞ。だから自分の腕で稼がないとダメだってことだ。分かってるよ。親父相変わらずだな。父さんはな、別に反対しているわけじゃないんだ。